こんにちは、岩松正文です。傾聴の聞き方に困っている傾聴迷子の皆さんをサポートしています、公認心理師です。今回のテーマは傾聴の楽しみ方はということで、まずお知らせです。私岩松が開催している傾聴の講座が毎月あるんですけれども、その講座の体験会を Zoom でやっています。概要欄にリンクがありますので、最新の日程はメルマガからご確認ください。では今回のテーマ、傾聴の楽しみ方とはということなんですけど、いきなりですけども、今朝ネットのニュースを見ていたらパッと目についた記事がありまして、そろそろ野球が開幕するんですけど、阪神の近本選手のインタビュー記事っていうのが載ってたんですね。で、まあ、中身は詳しく全部見てないんですけど、タイトルが、阪神近本、ヒットが出るから楽しいではなく、どうやってヒットを打つかが楽しいっていう、こういうタイトルがついてて、これ見た瞬間に、あ、これ傾聴と全く同じだと思って、なんか目についたんですね。傾聴と同じというか、私にとっての傾聴と同じって意味なんですけど、傾聴の何が楽しいんですかっていう話になった時に、なんか相手が喜んでくれたらなんか楽しいとか、だから楽しいとか、気づいてくれたから楽しいとか、まあ、人生が変わってくれたからね、後々楽しいっていうのももちろんあるんですけども、じゃあ話を聞くことそのものの楽しさってどこにあるんだろうっていうふうに考えると、なんていうんですかね、共に分かり合えたっていうことが楽しいわけでもなくて、まあ、それもいいんですよ、それもいいんだけど、今お話ししたようなことって全部結果だと思うんですよね。だからいい結果が出れば楽しい、楽しいとか、まあ嬉しいっていうのは当たり前だと思うんですけど、楽しさそのものはどこにあるかなって考えると、傾聴がうまくいったから楽しいんじゃなくて、その話を聞きながらどうやって聞こうかなって、ここにどう関わろうかな、例えばどういうふうに質問しようかなでもいいし、あと自分のどの気持ちに正直に今出そうかなとか、人への関わり方と自分への関わり方っていうのが、どうやって今自分はすればいいか、あるいはどういうふうに今自分はこの瞬間あればいいか、存在としてはあり続ければいいかっていう、そこのやり取りそのものが楽しいんだなって気がするんですよね。だからゲームなんかも一緒だと思うんですけど、クリアできたら嬉しい、それが当たり前なんですけど、じゃあゲームの楽しさってクリアしたことそのものではなくて、そのプロセスをどういうふうにやるかなっていう試行錯誤、そうですね、この試行錯誤っていうのがゲームの一番の楽しさな気がするわけです。だからなんかクリアしちゃうと嬉しさもあるけども、なんかそこで終わってしまう悲しさみたいなのもあるっていうのは、試行錯誤がもうできなくなるっていう悲しさなんじゃないかなと思うんですよね。なんで傾聴する時ももちろん結果がうまくいけばいいっていうのはあるんですけど、そのプロセスが楽しいかどうかっていうところなんですよね。そうすると結構傾聴を学んでる方から言われるのは、どうやったら上手に聞けるようになるんですかねって質問を傾聴学習者のほぼ 100% から聞かれるんですけど、上手に聞くっていうのは何をもって上手に聞くっていうのかがまずわからないんですね。でそれは多分その結果、表に出てるものだったり結果のことを見て上手か上手じゃないかっていうふうに思われるんだと思うんですけど、もちろん私も師匠のように上手に聞きたいなってずっと思ってきてる人間ですから、上手になりたいなって思えばわかるんですよね。だけどその上手か上手じゃないかっていうところとは別のところで、今まさに話を聞いてる時の楽しさって何なのかっていうのはまた別のところにあるじゃないですか。そうするとね、やっぱり聞きながら試行錯誤するのが楽しいんですよね。だからこの試行錯誤の仕方がわからなかったり、試行錯誤ということそのものがわからない、その楽しさがわからないと聞くっていうことはすごく辛くなってくるんですよね。どういう聞き方をするのが正解かみたいなね、正解探してるっていうよりも、自分がどう関わるかっていうね、自分自身の能動的なその関わり方の試行錯誤だから面白いんであって、相手からどういう評価をもらえるのが正解かっていう試行錯誤っていうのはつまらないっていうか苦痛に なりますよね。だからまあ傾聴の楽しさは何かって言ったら、自分の中で自分がどのように関わるかが試行錯誤すること、これが一番なんか楽しいですし、正直私自身も話を聞く前に、もう話を聞く予定が入ってた時に、
なんかこう疲れてたりすると、あーちょっと話聞くとまた疲れるからしんどいななんて思うこともあるわけです。例えばライブやるときもそうですね。60分セッションやったりするときだって、毎日万全な体調とか気持ちなわけじゃないので、それはしんどいなって始まる前思うことあるんですよね。だけど聞き始めてしまうと、そういうのってやっぱりどっか飛んでいってしまって、聞くことに集中できる自分もいるわけです。それはやっぱり自分の中のこう試行錯誤、一度始まってしまえば試行錯誤が楽しくて、楽しいっていうのはあーって楽しさじゃなくてね、どうなのかなあーなのかなっていうね、この試行錯誤なんですよ。やっぱりこのが楽しくて、で終わった後はもちろん疲れたりもするんですけど、なんかねもうひとっ風呂浴びたというか、もう旅行から帰ってきたようなね、そうそう、旅行も行くと楽しいけど疲れもするじゃないですか。そんな感覚になんか似てるんで、あの傾聴の楽しみ方っていうのは、ぜひその場で起きていることへの自分の関わり方、あるいは自分への関わり方、これを試行錯誤するっていうのを楽しんでみてはいかがでしょうか。今回のお話は参考になったでしょうか。もし参考になりましたら、高評価あるいはチャンネル登録をお願いします。それではまたお耳にかかりましょう。